株式会社 JPF は日本の企業。公営競技において事業を展開しており、写真判定とそのための機材であるスリットカメラの開発などを中心に行っている。旧社名は日本写真判定株式会社。1939年に創業者である渡辺俊平が1940年に開催される予定だったオリンピック。 東京大会の組織委員会において競技写真判定の研究に着手したことが発祥である。戦後は主に競輪をはじめとして、公営競技における写真判定システム構築に力を入れるようになる。その他にも公営競技においてシステム設計、CS 放送向け番組制作、インターネットライブ配信業務、競輪場のトータルマネジメント業務など、 幅広く携わっており、中には、社員として所属している、実況アナウンサーもいる。また、2016年12月14日より、オートレースで導入される、シゲカツ式車検、アタルンデスの運営を行う。2010年に、富山競輪場で会社初となる、開催業務を受託し、以後各地の競輪場や、オートレース場の開催業務を受託している。 2020年現在、全国43場すべての競輪場で写真判定業務を担当している。また、全国各地の競輪場で CS 放送の番組制作や審判用の映像撮影を行っている。競輪場のほか全国のボートレース場やオートレース場、北海道の競馬場でも一部業務を担当している。千葉競輪場は、 基礎に施設の老朽化により千葉 JPF ドームとして再整備された。国際企画準拠の木製250メートルバンクを備え、ピスト6や自転車競技の国際大会のほか、e スポーツ等ほかのスポーツへの活用や屋内ライブでの活用も掲げられている。JPF は総工費約70億円を全額負担したほか、事業主体として 整備計画に加わっている。2021年5月に竣工ありがとうございます。